消えちゃいますね。消えちゃうんですけど。顔の前だけ出る。顔の前だけ出る。2列。顔の前だけ出る。そうですね。2列の、今日キーボードを作ったこの話をしたいと思います。はい。じゃあ、画面出します。来ました。はい。じゃあ、 ありがとうございます。今日は、JLCPCB で作るマクロパッドと題しまして、ちょっと簡単にトークさせていただきます。はい、まず自己紹介です。鈴木と言います。で、本業は、組み込み系のエンジニアやってまして、今、個人のウェブサイトでガジェットの分解記事だったり、あとは JLCPCB さんと、コラボして、まあ何か作ったよっていうところの、記事を、制作記事を公開したりしています。はい。よろしくお願いします。で、前回、高橋さんと秋田先生とやったメイク PCBA 第1回だと、まずプリント基板の作り方、どうやって設計しますかっていうところと、あとは実際にじゃあ設計したプリント基板を JLCPCB を使って、製造サービスに出して、まずプリント基板を作る。そして、その後部品実装ですね。そこに載せる部品も JLCPC 側で用意して実装してもらいましょうっていう、チュートリアルを、簡単にやりました。はい。で、今回は、実際にじゃあ PCBA やってみようということで、前回の、フィードバックから、自作キーボードがお題でやりましょうということで、高橋さんから、お題をいただきましたので、私も、もともと自作キーボードやったことなかったんですけど、今回せっかくだということで、マクロパッドを作ってみました。で、マクロパッドっていうのは、何かっていうと、普通キーボードっていうと、100個ぐらい、キーがついてて、いろいろ、普通に文章を入力するための、キーボードっていう、イメージを持つ方が多いと思うんですけど、そういうものではなくて、例えば、コントロール C とかコントロール V とか、そういうのは、ショートカットキーとか、アプリケーション固有の、キー操作を、一つのキーにこうまとめて割り当てて、簡単にショートカットキーを入力できるようにするような、そういう用途に使われる、普通、フルキーボードよりは、キーの数が少ないキーボードですね。っていうのを、まずちょっと入門を兼ねて、作ってみました。で、自作キーボードは初めてなったんですけれども、結構キーボードは、これまでずっと、こだわっている方かなと思っていて、最初買ったのが、マジェスタッチのチェリーの黒軸で、この当時はまだ秋葉原に、キーボードを陳列して並べてる専門店があって、名前をど忘れしちゃったんですけどが、当時あって、そこで買ったキーボード、黒軸ですね、チェリーの黒軸を長いこと使っていて、で、途中から、HHKB2 Pro を、これも長いこと使ってて、黒軸は大学の研究室に持ってって、家では HHKB を使うっていうようなことを、ずっとやってました。で、最近ですね、中華静電容量無接点方式キーボードのニズアトム66っていうのを、2年ぐらい前から使ってます。これちょうどテレワークが始まってですね、いくつかの、会社のパソコンと、自分の仕様のパソコンといろいろ何台も同じ場所で使うことが増えてきたので、接続先を Bluetooth で切り替えられるっていうのがいいなっていうのと、あと単純に中華静電容量方式キーボードを使ってみたいっていう、2つの動機で、買いました。これもなかなかいいですね。便利です。はい。で、はい、今回作るのはっていうことなんですけど、さっき、ちょっとお見せした、このピアノ鍵盤風のマクロパッドを、作りました。で、マクロパッドってどんなものっていう説明をしておいて、そこからいきなり外れるんですけど、マクロパッドと言いつつ、ソフトシンセですね。パソコン上で動くシンセサイザーのソフトに、ちょっと入力したいっていう時に使えるようなキーボードっていうことで、ちっちゃいキーボードを作ったという感じです。で、ソフトシンセって楽器のMIDIの入力を受けて、音を出すのが主ですけども、一応ですね、音のプレビュー機能みたいな感じで、普通にキーボードの Q、手元に普通のキーボードがある方は見てもらうと分かると思うんですけど、Q を押すと、ドの音が鳴って、その隣の W を押すとレが鳴って、Q と W の真ん中の上にある、2を押すと、ドのシャープが鳴るみたいな、ピアノ風の配列で入力できるようになっているので、その機能を使うためだけに、ピアノのような配列の、こういうキーボードを作りましたという感じです。はい。で、実際にじゃあせっかくなので設計からやりましょうということで、やりました。で、前回紹介したキキャドで、設計をやりました。こんな感じです。
これちなみに後でちょっと話しますけど、パターンは1個間違いがあります。で、まあ、全体の設計の方針なんですけれども、表面キースイッチがつく面はもうキースイッチだけを実装して他の部品は一切実装しないことで、割とまあそのまま上にカバーとかつけなくても、まあ、綺麗に映るように、しました。で、その他の IC は全部裏面ですねに実装するようにしておきました。で、あと皆さん、自作キーボードだと高須さんの前説にもありましたけど、 QMK とかそういうファームウェアを使ったり、あとはプロマイクロですね、まあ、Arduino プロマイクロとかを使って作ることが多いかと思うんですけど、ちょっと QMK は、まあ、時間的にもこれでやっていると沼だろうなっていう感じがしたので、とりあえずですね、中華 USB マイクロの CH55X ってなってますけど、今回は CH552 ですねを使いました。そういうマイコンがあります。で、これが非常に、値段も安くて、JLCPCB の部品実装のライブラリにも十分在庫があるので、まあ、今回これをチョイスしました。で、この、まあ、CH552 とか554のシリーズはですね、Arduino 風の環境が使えるようになってまして、これ秋田先生が、どうやって使うかっていうのをまとめて、キータにも記事ありますし、同人誌も書かれているので、ご興味ある方は後ほど検索してもらえればと思います。で、この Arduino 風環境にですね、 USB キーボードのサンプルがあるんですね。なので、今回はそれをちょっと改造すればパッとファームウェア作れるかなということで、それでファームウェアを作りました。で、キースイッチ以外の部品は全部表面実装の部品を使って、コンパクトにこれも仕上げてます。で、まあ、全部 PCBA で実装しちゃうんで、ここはまあ自分のハンダ付けの腕前をまあ気にせず、結構ちっちゃい部品とかも使えます。これはまあ PCBA までやるいいところだと思います。はい、この、資料は、前回と一緒なんですけど、まあ、一応ちょっと JLCPCB で PCBA やると何がいいかっていうところで、普通、基盤製造を、まあ基盤制度と部品実装を業者さんにお願いすると、まず基盤を作るためのデータを出して、基盤の製造料金払って、で、その間に部品リストも、製造基盤製造してる間に部品のリストも出して、今度部品の調達をやって、部品の代金支払ってっていうようなプロセスで、結構やり取りが何回も発生するフローがになるんですけども、 JLCPCB の場合は最初に全部一式データ出せば、自動で部品実装まで見積もりしてくれて、部品もその JLCPCB の倉庫にあるやつしか使えないんですけれども、倉庫からピックアップしてきていただいて、実装できるというようなシステムになっています。なので、最初に設計してデータ全部出せば、あとは待っているだけで、出来上がった部品実装まで終わった基板が届くというような感じになっています。はい、というわけで、実際に PCBA をオーダーしました。で、今回はキースイッチはせっかくなのでこだわりたいので、自分で実装することにして、それ以外の部品ですね、マイコンだったり、スイッチだったりというところは、全部 JLCPCB で実装してもらいました。で、今回ですね、比較的早くて、8月3日の朝にオーダーして、8月12日には着きました。だいたいもうちょっとかかることの方が多いかなと思うんですけど、部品実装までやっても、このくらいの時間で到着します。はい。でですね、まあ、部品実装、まあ、IC とか実装してくれるのも嬉しいと思うんですけども、なんだろうな、自作キーボードやる方だと、ダイオードを実装されるのが結構大変なんじゃないかと個人的には思ってまして、だいたいマイコンのピン数、少ないピン数で、フルキーボードだと100とか、そのくらいのキーの状態を読み取るために、だいたいキーボードのマトリクスっていうのを組むんですね。で、マトリクスを組むときって、基本的にはボタンの数と同じだけのダイオードを実装することになるので、100個キーを実装するなら100個ダイオードを実装することになります。で、それが結構多分、普通はしんどいんじゃないかなと思っていて、キースイッチ自体は結構皆さんこだわりあるんで、自分の好きなものを実装してでも苦にはならないと思うんですけど、別にまあ正直、ね、特にこだわりのないそのダイオードまで全部100個なら100個実装するっていうのはなかなか、面倒なのかなと思っていて、まあ、そういうところも全部パパッと実装してもらえるっていうのは、一つ部品実装を頼むと、便利だなと思ってもらえるポイントなのかなと思ってます。はい。で、さあ、キーをハンダ付けしましょうってなった時にですね、ハンダ付け前に、じゃあもう一回回路図見ようってところでですね、この致命的なミスを発見しまして、
回路図上でですね、その先ほど言ったマトリックスですね、マトリックスを組むところで1個だけ配線を忘れていて、ダイオードの先に配線がつながってませんというのが回路図上でありました。で実際、当然基板確認したらつながってなくて、ああやってしまったとなりました。で、幸いそんなに修正が難しくなかったので、自分で配線判断付けして、直しましたけれども、ここから言えるのは、エレクトリカルルールチェック、ERC と呼んでますけれども、キキャドだったり、回路図キャド上である、その接続としておかしいところがないかを自動でチェックする機能ですね。これはきちんとチェックをした上で、基板の設計だったり、発注に進んだ方がいいでしょうというのが、今回の教訓です。はい、今回ちょっとサボってました。で、なので、他の部品は全部実装終わってますんで、最後に、キースイッチですね、をハンダ付けしました。で、今使っているメインのキーボードが、先ほど説明したアトム66なので、35g の割と軽い荷重の、スイッチなので、それと合わせて、ゲートロンの 35g のリニアのクリア軸を、今回使いました。私は勇者工房さんから、購入して一緒にキースイッチも買いました。で、関東の方だったら秋葉原の、実店舗もありますし、先日ちょっとフラット大阪に、行く用事があって行ったらですね、強立電子さんですね、日本橋の強立電子さんも結構店頭で、キーボードの関係のパーツを扱ってるんで、もしよかったら大阪の方は行ってみてください。先週行ったら、特価1000円で、ゲートロンの黒軸ですね。1000円で50個で特売してました。参考まで。はい。というわけで、これをハンダ付けして、完成というわけですね。で、一応ピアノ風ということなんで、発見に当たるところは白のスイッチで、黒鍵に当たるところは黒の、キーキャップを使って作りました。で、一応、端に、ちょっとまだ特に実装してないですけど、オクターブのアップダウンということでちょっと別の色をちょっと入れてアクセントにしているという感じで、作りました。で、ソフトの方も一通りサンプルちょっと改変して動かして、無事にきちんと動くことも確認できてます。はい、そんな感じで、基板作りましたというところですね。一点後悔があるとすると、全部の部品をその先ほど言ったように裏側につけちゃったので、マイコンの書き込みモードに入るときに裏側のスイッチを押さないといけないんですね。で、裏側のスイッチを押してるとうっかり前側のキースイッチを押してしまって、当たり前なんですけどキーボードなんで、こうスイッチを押すと、例えばアルドゥイの ID の文字入力するエリアにこう文字がバーって入っちゃって、ソースコードにこうアイ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 みたいな感じで文字が入っちゃったりとか、なんかそういうことがあったので、ちょっと書き込みモードに入るためのスイッチは場所を移動してもいいかなというのが、今後への課題です。で、あとは、そうですね、多賀さんの方からも、多種紹介があったと思いますけれども、JLCPCB3D プリンティングの、発注製造サービスもあるので、今後は、この、キーボードを入れるケースなんかも、自分で設計して、作ってみようかなと思ってます。はい、以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。ソフトシンセとキーボードって、僕にはあんまりなかった視点なんですけど、やってる人多いんですかね？普通はあれですかね、大きいMIDIのキーボードとかつなぐ方も多いと思うんですけど、なんか出先とかでちょろっと触るときには便利かなっていうので作ってみました。キックスターター見てると多いですよね。なんていうか、オレオレのMIDIデバイスを作りたい。そのキーがいっぱい置いてあって、で、なんかこのフェーダーいろんな操作を、そうですね、いっぱいあって、つまみがこういっぱいあって、だからなんかそっち側も自作キーと同じぐらいでかいムーブメントになる可能性が、あとが、もちろんMIDIもUSB の規格がで扱えるので、ファーム書かないといけないですけど、MIDIデバイスとして認識されるようにするっていうのもちょっと余裕があったら今後やってみようかなと思ってます。ここで PR タイムですが、今あれなんですよね、 M5 スタックで M5DMX っていうのを開発して、おお、これがあると M5 で DMX を受けてパソコンに流せるようになるので、その意味で磁キーブームにさらに追加して、
なんかフェーダー付きのキーボードを作るとか、もっと言うと、まあ、いわゆるキーボードの文脈じゃないんだけど、あの自作キーボードとほとんど技術として共通しているオレオレミディキーボードインターフェースみたいなのがあの出てくるかもしれない。そうですね、その、まあ、文字だけじゃなくて、まあ、なんですか、結構キーボード用のそのスイッチっていろんなのがあるし、あの、まあね、質のいいものなんで、結構オレオレ操作卓っていうのはもうちょっと広い目線で、あのオレオレ操作卓を作りたいっていうのは文字入力以外でも結構あるとは思うんですよね、うん、そのキックスターターとかの一個の定番になってますよね。そのなんかフォトショップとかをすごいいい感じで扱える、あ、そうですね、そうつまみとか十字キーとか、あのそこはすごい興味あるパターン、多分最後のペガスさんパートでもその辺の話は出てくるかもしれませんが、ぜひあのその辺なんかその音楽系とか、要はキー入力をさらに追加して、いろんな入力デバイスがオレオレ作れるといいよねみたいな方向に話が広がっていくと面白そうですね。あ、それまさに次の僕のパートでもやります。北先生よろしくお願いします。はい。